まずね、はい、こういうビニールをこう、はい、綺麗に通しましょう。はい、ちょっと片方です。ここのところ、ここのところでこう、はい、ちょっとこう、親指通して。はい、ここも親指通して。はい、こうやって切るんだ。そしたら、はい、メンチカツを、はい、腕をまず肩を通して、はい、でこの縫い目が、はい、この縫い目が横に来るようにしたいから、はい、横なんですね。ここの縫い目、あ、ここの縫い目、これが横に来るように、はい、だからこのマークが横まっすぐにして、はい、そうこういう感じ、このマークが上に来るように、はい、でそのまま左手のこの乗せて、はい、ここ上まで上げます。あ、これを上まで。はい。ある程度。はい。そう。そのぐらいやると。はい、では今度こう右側も入れて。少し誰かに、はい、後ろこうちょっと後ろ引っ張ってもらって、はい、こんな感じで、はい、でも切れました。そうそう、はい、あ、ここまで来たら、はい、ビニールを外して、はい、ビニールをこれ外すんですね。なるべくね、ビニールの外し方は、はい、そっと、ここを持って、こういうとこ持って、はい、ちょっと引っ張って、ちょっとです。強く引っ張っちゃうとビニール切れちゃうのもあるし、あと抜けづらいんで、こういうところから、こういうところからちょっとここですか。そうそう、でまずそこをきっかけ出しちゃって、はい、ここ出しちゃって、そうそう、そこでこの周りをこう、はい、あ、そう、より薄い、はい、そうそうそう、はい、そうそうそう、そういう感じ、はい、ね、この辺でちょっと楽な感じで、ね、ここから、はい、今度馴染ませていくんで、はい、そう、今みたいにこうやって持って、こうやって持って、はい、下の方でこうやって持って、はい、こうですか。そう、そう、であとはちょっと腕こう広げた時に、はい、この辺の感じの右と左の入り方とかテンションのかかり方の違いをどっちがどうかなとかちょっと感じる。同じだったらいい。同じぐらい。そんな感じでこう、はい、こう体の中でこう動かしてこう、はい、で、まあ、あと、まあ、誰かにちょっと横のところとかちょっと、はい、こうやってグッと引っ張ってもらって、はい、下に、あ、横のところ、はい、でこんな感じ、はい、わかりました。そしたらこの、はい、こうやってしっかりつかのを、あ、これを、はい、よいしょ、そっか、これで完成なんですね。よいしょ、ありがとう。